ここ台湾の宜蘭は水質が良く汚染も少なく気候も適しているということから鮎のふるさとと呼ばれています。しかもここには鮎の王様と呼ばれる鮎の人工飼育に成功した方がいらっしゃいます。その品質はミシュラン三つ星シェフの日枝さんも絶賛するほどのものです。一体どのようにしてその野生の鮎を養殖に成功したのか早速見に行ってみましょう。みんなで何人かでその鮎を集めてるんですけども、今何をやってるんでしょう。ちょっと見に行ってみたいと思います。あ、有力やってて有力とは毛茶は来力来と来牛あな棒は牛でさえまさにすごい忙しく作業されてるんですけど、こんにちは。こんにちは。これが養殖している鮎ですか。はい、こっちへ来て引っ張って。僕も鮎の養殖って初めて見たんですけども、鮎の養殖の難しいところってのはどういうところですか。鮎の飼育は特に難しいです。それは水質や水温に対する要求が厳格だからです。はい、水がすごい大事だということなんですけども、この水結構降りてきたら冷たいんですけど、大体何度ぐらいになってるんですか。大体25、6度ですね。水の温度も25度から26度ぐらいに設定してあるそうなんですけども、この水じゃ普通の水道の水ってわけではないですよね。いえ、乱用系の豊かな湧き水です。豊かな湧き水、乱用系の湧き水を穴を開けて取り入れてここで養殖してるんです。水にもこだわっていて、この水は湧き水を汲んできてここに使っているそうなんですけども、今これされている作業は何をされているんですか。鮎が卵を持っているので、今オスとメスに分けているところです。オスとメスに分けている子持ちの鮎は中秋節の前後に市場に送り出すことにしています。いや、今オスとメスで分けているそうなんですけども、いや今すごいたくさんの量がいたんですけども、大体この一つの生けすの中に何匹ぐらいいるものなんですか。一つの生けすは30坪あって、大体1万匹を養殖してます。この一つの生けす、30坪ぐらいなんですけども、その中に1万匹いるそうです。じゃあこれでもここにすごいたくさん生けすがありますよね。何個ぐらい生けすがあるんですか。30数個あります。生けすも大体30個ぐらいあるそうなので、いやその中に1万匹と30万匹の鮎がここにいるそうなんですけども、じゃあ僕も何か手伝わさせていただいてもいいですか。大歓迎です。はい、ありがとうございます。じゃあ今オスとメスを分けるために、そのまずこの生けすの中から魚を移動させなきゃいけないということなので、ちょっとそれをお手伝いさせていただきたいと思います。お願いします。ここへ捨てきて、はい、持ち上げて、はい、持ってきて、こんなにいっぱいの、はい、持ってきて、こんなにいっぱいの、水面に置くと酸欠になりません。こっちへ持ってきて、こっちへ持ってきて、オス、メスの湧き方を教えましょう。いやこれ今こんだけ軽く作っただけでもあんなにたくさんの鮎が取れたんですけども、これ今からオスとメスへ見分け方を教えてもらえるそうなんですけども、魚これ先ほど僕も朝教えてもらったんですけど、これやっぱりどういうふうに見分けるかまだちょっと慣れてないので、どういうところがポイントになるかをちょっともう一回教えてもらいたいと思います。はい、オスメス、はい、この尾びれ、はい、
やっぱり尾びれで見るそうなんですけども、今これオスとメスを見せてもらったんですけども、はい、見て、ここがへこんでいればメス、これはオス。尾びれがこうへこんでいるような形のものはメスだそうで、まっすぐ、割とまっすぐなものはオスだそうです。もっとはっきりしたのをお見せしましょうか。メス、メス、はい、メス、オ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 ス、これはオス、これはメス。その尾びれのくびれ方もちょっとだけしか違わないので、ごくわずかな違いです。これはへこみがあり、これは平らなんです。平らです。こっちはへこんでます。わかりました、はい、本当にもうへこんでるので見分けるしかないんですけども、はい、選んだら、はい、メスは ここに、はい、オスはそこに、メス、はい、オス、オス、はい、はい、オス、どうぞ、はい、メス、メス、はい、オス、え、少し、はい、それどう、あ、少し7度、オス、はい、いやこれ本当に難しいです。はい、難しいですね。メス、はい、オス、オス、オス、これ大体一つの生けすの中にオスとメスってどのぐらいの比率で、大体オスはね 50%、はい、55%、はい、メスは、ね、45%。 一部の魚は区別できません。それをメスに入れることはしません。そうしないと50対50になります。バランスを守るためオス 55%、 メス 45% にします。本当に微妙な違いなんですけども、オス 55、 オス55、はい、メス45。オスがまあ 55%、まあ、メスが 45% の比率だそうなんですけども、なんかね、これオス、オス、オスはこちらです。いやこれ本当にメス、メス、いやこれちょっとの違いだけなので、オス、オス、はい、オス、え、メス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 、ここに、はい、オスとメスの、比率を先ほど、まあ、50とか55とか45とかっていうふうに分けられてるそうなんですけども、それはどういった理由からなんですか？正常なのは50対50ですが、区別できない魚があります。これをオスに含めます。そうしないとメスに悪影響が出かねません。ですからオスは 55%、 メス 45% です。いや何ですか、まあ、中間のものがいるそうなんです。まあ、オスかメスかはっきり分からないものがいるそうなんですけども、それは、まあ、オスとして、まあ、オスの方に入れるということで、まあ、55になるそうなんですけども、じゃあもしオスが逆にもし多くなってしまった場合、何か問題があったりするんですか？メスにいたずらして産卵率に影響が出て卵の品質が下がります。ですから人と選ぶ必要があります。オスがあんまり多すぎると、まあ、メスが産卵をするときにちょっとね、いたずらをしたりとかするんで、その産卵に影響するんですね。なので、まあ、オスとメスの、比率は、まあ、55と45というふうに決められているそうです。あります。でもこれメス、メス、これ分けながらちょっと話がするの大変なんですけど、これ例えばもう先ほど25度から60、あ、26度っていうふうに、まあ、水の温度を管理されているそうなんですけども、例えば冬とか、まあ、夏とかはもうそれもすごい大事に、なんか一定に保っているということですよね。冷たすぎるとアユの餌の摂取量が減ってしまい成長が遅れます。また餌を大量に与え食べ残した場合、水質が悪くなりアンモニアが発生する。アユはアンモニアに敏感で中毒を起こして死んでしまいます。反対に気温が高すぎてもアユには良くない。水温が28度を超えると餌が体内で消化されず食欲が落ちてガスが溜まり、消化不良や胃腸炎を起こし大量死につながってしまうんです。アユがすごいデリケートだっていうのは聞いていたんですけども、いやここまでデリケートだとはちょっと信じられませんね。本当にもう環境によって、まあ、体調が悪くなったり、まあ、その排卵、卵の産む、のが悪くなったり、本当にね、その水がすごい大事ということなんですけども、これでも結構水がきれいなんですけども、餌とかっていうのはどういうふうにしてあげてるんですか？
アユの餌は特別です。まず団子状にしてから、それを小さくして、さらにこれを砕きます。もしそのまま与えてしまうと、表面の穴が少ないため吸水力が弱まります。餌を砕くと表面積が広がり、吸水力が強くなります。もしアユに与えた餌の水分が少ない場合、摂取量が腹くぶん目で水分が不足していると消化不良や胃腸炎を起こして死んでしまいます。だから餌には気を使うんです。いや、こんなに餌まですごいこだわっているんですけども、まあ、あんまり大きすぎると、まあ、その水をうまく吸わないということで、まあ、消化にも影響するということなんですけども、でも本当にもうすごい今綺麗ですよね。例えば食べ残しとかないようにちゃんと量も決まってるんですか？誰かがいるとき、私たちは餌を与えるのをやめます。食べ残しがあると水質が悪化するからです。ですから専門のスタッフが餌の摂取状況に注意して、少ない場合は多めに与え、食べ方が遅い場合は餌を与えるのを中止します。まあ、その場の状況によって餌の量も調節しているということなんですけども、そこまでデリケートに、まあ、こだわって飼育されているアユ、やっぱりね、それだけあってすごいもう元気があって、先ほども網で、まあ、追ってる時にその網を飛び越えて、まあ、逃げていくようなすごい元気なアユだったんですけど、僕も作業が止まっちゃってるんで、このまま続けて分別手伝いたいと思うんですけども、これはメスはこっちです。はい、こちらの養殖場では、まあ、みんなにもっと、アユ料理を、親しんでもらうために、まあ、レストランもあるんですけども、それで今こちらにそのレストラン、おすすめの、3品を、こちらにご用意していただきました。皆さんにちょっとご紹介しますけども、こちら、まあ、日本でもある甘露煮なんですけども、それを、まあ、アユで作られたそうです。これも日本だとその、まあ、甘露煮っていうと長い間保存するために、保存食として食べるために、まあ、本当に濃い味付けになっているんですけども、それをちょっとこちらではアレンジをして、そんなに濃い味付けではなく、まあ、ただ6時間これ弱火で煮て、しっかり中まで味を通すそうです。はい、ちょっといただいてみたいと思います。本当に甘露煮って言ったら本当に骨まで食べれるものなので、こちらも、まあ、食べられるそうなんですけども、うん、しかもこの甘露煮なんですけども、皆さん分かりますか？これ見てもらうと分かる通りに、もうこれいっぱいの卵が詰まってるんですね。なのでこれはメス限定で作られる、まあ、甘露煮なんですけども、いや本当にこれすごい中まで味が染みていて、うん、うん、日本の甘露煮に負けないぐらい美味しいです。はい、続いてこれ2品目なんですけども、これは味噌味なんですね。味噌に一晩つけてそれを焼いたものなんですけども、本当に、まあ、日本ちょっと日本的な味付けになってるんじゃないかなと思うんですけども、早速いただきます。うん、結構味噌につけてあるって聞いたんで、一晩つけてあるって聞いたんで、すごい味が濃いのかなと思ったら、そうでもなく、ちょうどよく何ですか、鮎の香りも、まあ、その味噌と一緒に楽しめるような、本当に軽い、まあ本当にね、本当にご飯に合う味付けになってます。うん、いやこれ本当にご飯に合いますね。それであと最後の料理なんですけども、今までこの、ま、甘露煮やその、ま、味噌焼きなんですけども、ちょっとね日本的なものだったんですけども、今度はこちら
これ皆さん分かりますか？これ日本ではないものなんですけども、これ、台湾独特の植物で漢方とかに使われたりするんですけども、これは醤油につけてあるもので、それを、調味料として使っています。で、こちら、魚料理の仕方は蒸してあるんですけども、この、調味料と一緒に蒸し器で、10分ほど調理しているそうです。いただきます。うん、なんか普通の、生姜も入ってるんで、普通の、醤油煮とはまた違って、ちょっとだけあっさりとしたような味付けになってます。本当にどれも、鮎の美味しさが一緒に楽しめるような料理になってるんですけども、こちらでは、すごい、先ほども紹介しましたけども、厳しい、管理のもと、鮎を育てているんですけども、やっぱりもともと野生にいたものを人工的に育てることってすごい大変だと思うんですね。なのにここでは、本当に水温にしても水質にしても本当にこだわりを持って、すごい厳しく管理をし、それでいて、皆さんのもとにこういった、鮎が届けられるという、本当にね、僕も鮎なんてなかなか食べられるもんでなかったんで、これがね、養殖として育てられると、本当に普通の食卓にも、簡単に手に入る食材となるということで、